人だけ映った一応姿も映る。ちょっとじゃあ一応こんな感じの。ここは鉄道事故で死んだ霊たち夜な夜な集まるという。あ、上からちょっと水冷た上から水が落ちてくる現象が。ウォーターフォーリング、フェロメロ。フェロメロ。じゃあ、佐藤さん見えますか？霊感じますか？かなりいますね。それどんな霊ですか？ああ、ちょっと結構体の半分が。半分こになってるような。半分が半分こになっちゃってる。あと結構手足が、こう取れてるような例ですね。やっぱり事故ですか。そうですね。まあ、事故の例、事故というかやはり自殺者の。ああ、自殺者の。自殺者。これ駅ということで。昭和の頃には自殺の名所と呼ばれたこともあったというこの、ね、ビビ駅という、この駅はあの大正3年、ね、千歳に空港ができた頃に、この町が栄えるようにという思いを込めてビビ駅と名付けたんですが、どういう意味ですか。最後に美しく散りたいという散るんですね。そうですね。だいたいあ、なんかあれ見えますね、あそこ。どこですか。なんかすごい空になんか、ま、黒い雲をなんか、はい、あ、黒いなんか、ね、あの UFO みたいな雲をあの切り抜いたような。はいはい、なんか黒いですね。あれは、そうですね、あれは霊ですね。でかくないですか、霊。でかいですよ。ああ、そう見えるだけで、ちょっと距離も結構近いので。近いんですか。そう見えるだけですね。へえ、なんか手届くんですかこれ。大丈夫ですか。これ怖いですよ。手届く、あ、近いと言ってます。それほど近く。あ、そうなんですね。40メートルぐらいです。あの高さがですか。高さは3メートル。高さは3メートルなんです、ね、高さは3メートルです。もっと高く見えますけど。あ、それはやっぱりあの霊なので、あの遠近法というものが効かないんですね。あ、霊だから効かないんだ。この世のものではないんで。ああ、この世のものじゃないからなんですね、おい、おい先生、危険です。かなり怒っています。霊がですか先生。今やっつけました。何か変わりました。 あれは大丈夫です。あれは良い霊です。 あれじゃないんですね。あの霊に導かれてやってきた低級霊が、あ、はい、あなたたちが今、この近くにいるんですか。そうですね。いや、もうやっつけました。オンで？オン。そうです。オン。ここから発射されるんですね。オン！って言ったら、あ、今またオンって言っちゃったから、発射されちゃった。さっき、あれ、発射されちゃった。あれ当たっちゃった。あ、でも結構あれは、あの例は強いので大丈夫です。あれ、いい例ですよね。ええ、そうです。大丈夫です。いい例なんで、怒ってません。はい、怒ったりする例は悪い例ですね。そうですね。大丈夫。